はい、今日も楽しくトロとお話をしようね。おいもやし野郎、おいもやし野郎、いい挨拶だ今日も。タチウオが大好きな人のことをほうチュラって言うんだって。え、タチウオの真ん中の部分取ったの？両端そぎ落として。タチラーとかの方がまだな理解はできるんだけど、チウラーって言うんだ。なんで真ん中取っちゃったかな。タコが大好きな人のことはコラーって言うのかも。にゃタコラーにしとけよ、せっかく2文字なんだから言いやすいだろコラちょっと怒ってるみたいになるし。タコが大好きな人コラーって言うチェコのサッカー選手みたいな。慶応大学って癖になっちゃう？いや知らんけどね。ならない、ふにゃ癖にならない。それは置いた。また慶応大学行くんじゃねえだろうな。慶応大学の入学願書をもらいに行ってくるには、あ、こないだのオープンキャンパスで気に入った。ひょっとして前見に行ってたもんな。そっか、トロは慶応ボーイになるのかボーイか知らんけど。さあ、なんか前性別の話したけど、結局トロの設定やっぱり確認したら性別はないんだよね。うん、別にオスでもないしメスでもないみたいな、カンドリ忍みたいなもんですよ要するにね。だからやたらそういう人物ばっか出てくんな、カバちゃんとか。そっか。で、入学願書をもらいに行ってくる。ああ、こないだはいきなり教室入ってたけど、慶応大学の外観がこんな感じなのね。はあ、祝サブカル野球部サテン制圧あ、野郎部じゃない、あ、野球部じゃない、野郎部か、サブカル野郎部ね。いや、制覇する範囲狭いな。もうちょっと大きなところ。まあまあ、サブカル野郎喫茶店好きそうだからね。サテン、今だとカフェって言うんでしょうけど。いや、もうちょっと左右見せてほしいな。トロ動いてくんないかな。なかなか行かないな。まあいいか。なんか右の方のうんって書いてあるところの続き気になる。動いて何のためにキョロキョロしてる。あ、あったあった。運動会まで気になる。止まんないでくんない。え、そっち行っちゃう。入金100回目。いや、まあ、その正しい入金ならいいんだけど、なんか騙されてないでしょうね。まあ話しかけるか。トロ慶応大学に来てるのには、この間教室の中まで入ってたでしょ。そうそう、慶応大学に来たからには、また慶応大学のお土産もらうのか、この流れだと。慶応大学の勉強しないとね。勉強いるよ、それなりに。え？関係ある言葉？慶応大学に関係ある言葉。ああ。合コンって何？俺怒られるんじゃないか、これ。いや、トロに言葉教えたいだけだからね、俺は。あ、することかな。行くところって言っても間違いじゃないような気もするけど、することだよね。なんかグループですることみたいなことを聞いてくるもんね。人にする言葉ではないからの合コンってどんなこと。まあ、スポーツに発展する場合もあるんでしょうけど、いや、まあ普通にするんじゃないですか。俺は普通にしないけど一人でする、これこれ、グループでするっていう言葉をあんまり入れたことがない気がする。合コンするんだ。したい。合コン好き？俺したことねえんだよ。だからもう嫌いなんだけどね
感情の8割ぐらい妬みだけど、10割って言っても言い過ぎじゃないけど、嫌いですね。ああ早い、お土産、土産屋が来たな。あのオブジェ何なんだ、後ろのやつ。いやーでもこんな感じなんですね、 KO って。まるで小学生のような外観も中身もいやー風評害してんな。いいものがあるんだけど、慶応大学に来たお土産に、前ももらったからね、それ教室の中で。前回どっちにしたっけ、なんかもう忘れちったな。まあその時の気分でいいか。今はね、大きいのが欲しいかな。大きいのをちょうだい。じゃあこれ部屋に届けといてやるみゃ。なんだろうな、あれ前幽霊船長かぶった時ってどっち選んだんだっけ、小さい方だっけ大きい方だっけ。嫌だぞ3個目来たら。頼むぜ、ちょっとパカッと。これは一回ぐらい喜んだ顔してほしいけどね。本田翼の人体模型お、ありがてえぞ。いやでも本田翼の通ってた学校にもある人体模型か。なんだご本人のじゃないんだ。あそこちょっと残念だな。人体模型あんま展示したくないけどね、お部屋に。どこに飾るんだろう。ん？わあ、いいものもらった。ここも棒読みなんだよな。喜んでないでしょ。どこだ？一見見当たらないけど。うわ、怖え！ダメだよ、これ！幽霊船長も怖いし、ちょっと部屋暗くなってきたからさ、ちょっと光ってんの船長。よくこの部屋でそんな顔できんな。落ち着かねえよトロ。ちょっと薄暗いけど、トロって何時になったら電気つけんだろう。結婚したらいっぱいキスするのにゃ愛だの恋だのを語りたがんねトロは。まあ、好きにしな。なんでちょっとこの渋い選択肢やんだよ。こんなんなかったでしょ、今まで。キスか。乗ったげよ。海水浴の前のキス。プロレス中のキス。するか、プロレス。プロレスって子供にごまかす時のやつでしょ。本当はプロレスじゃないことしてて。クレヨンしんちゃんでありがちな。もしかしてそういう表現使った今、トロ。トロもなんか大人になってきちゃったな、じゃあ。あ、ねえねえ、さっき寝ようとしたら、便器の中から、誰かが覗いてた。怖え。それガチで怖いやつじゃん。え？誰が？一体誰が？目があったのにゃ。通報しようぜ、ファッキンポリスに。ああ、売人！それは通報だ！ファッキンポリスに。なんで売人ってわかるんだよ、そこで。怖いよね、怖いよね。怖い、怖い、そんなの。普通に怖いよ。うわ、どうしよう。終わるのかよ。笑顔で終わるのかよ。そこ、シュンとした顔で終わるやつじゃないの。ここはダンスなんだ。あのシュンとした顔になる基準がわかんないな。なんか寒いのにゃ。またお、何回この話すんだよ。冬だしね、2月だしね。もう2月になったしね。寒いよ、寒さのピークですよ。人間になったら思う存分こたつの中で散歩しちゃうのにゃ。サイズ的にちょっとな。それは猫のまんまの方がしやすいと思うんだけどな。猫のうちに楽しんどいた方がいい。ねえねえ、うん。液体を中性脂肪に塗ると引き締まるって聞いたんだけど。おい、何の液体か教えてほしいわ。液体臭くなるし、中性脂肪が痒くなるし。ダイエットにならないにゃ。あれれ、変だにゃ。ん？
何？もしかして騙された？もっと騙されたっていうとこ他にあったでしょ、なんか今までのいろんな話で。ああ騙されちゃったな。笑わなくても、あ、シュンとしちゃった。バイバイ。ここではシュンとすんだ。笑い飛ばしてあげたのに、むしろ。扱いづらいぜ。なんでそんな中性脂肪に直接働きかけるダイエット法ばっか聞いてくんの。ダメだ、楽しようとしちゃ。液体ってほんで、ね、今年の風邪はムチムチのケツに来るらしいのにゃ。くっそ汚いのじゃないんだ。いや、毎年のことだね、ムチムチのケツに来んのは。いや、毎年毎年ムチムチのケツ痛いわ、嫌だにゃ。なんで自分のケツがムチムチであることをアピールしてくんの。くっそ汚ねえのよりマシだけど。いや、また変なの教えちゃったな。直前に教えたやつだわこれ、動画撮り始める。お、ガンドリ忍みたいな人にムチムチのケツをポンって叩かれたら、うん、それは首の合図なんだって。肩叩かれるやつだな。はあ、それがリストラの合図なんですか、女子プロの世界では。女子プロの世界ではムチムチのケツパンって叩かれたら首っていう。はあ、よくそんな話あったね、昔リストラの時肩叩かれるみたいな。ガンドリ忍、恐るべしにゃ。恐れるべき部分はもっとあるけどね、ガンドリ忍の。バイバイにゃ。トロ、結婚した。結婚を語るね、よく。毎朝枕投げするし。一日で飽きるわ。毎晩戻ってこない青春すんの。いや、なんで突っ込めばいいんだろう。今言葉が出てこなかったら珍しく。毎晩戻ってこない青春するんだ、結婚したら。そんなつもりで付き合わされんのもかわいそうでしょ、結婚相手が。もう頑張れ、とにかく。戻ってこない青春をやり直すつもりで接されるって。バイバイにゃー。終わった。あ、電気つけないの。ほっといたら電気つけねえかな、ちょっと暗いもんな。アクション。寒いんだね、ストーブつけてんのに。うんうんうん、全然電気つける気配ねえ。嘘だろ。まだ夕方扱いなのか、今忙しい。え、これやってるぐらいなんだから忙しくはないよ。暇よ。暇な時しかトロの相手しないよ俺。暇な時って何して過ごせばいいのかにゃ。教えるやつか。暇つぶしの方法を教える。なんだろうな、暇つぶし。さっき言ったまんまのことを入れてやろう。トロの相手って人にすること、トロにすることだね。あー、これなんて答えやいいんだ。まあ対象の人物というか生き物はいるけど、人にしないことにしようか。トロの相手ってどんなこと、めちゃくちゃウキウキじゃん。え、俺にとっては今しなきゃいけないことだね。一応毎日やってるから、もちろん好きでやってるけどね。トロの相手って一人でする？トロとする。二人でするのか、じゃあにしとこ。これどういう使い方してくるかな。トロの相手するんだ。うん、トロの相手好き？嫌いと言ったら悲しむでしょ。多分気づかずに、へえそうなんだって言うと思うけど、トロは好きだよ。トロの相手だにゃ。お金がなくて熟成肉食べられない時もトロの相手してれば気が紛れるにゃ。そうするわ。熟成肉食いてえなって思った時は俺必ずトロのことを思い出すわ、これから。
あ、こんなもんにしときましょうか、今回は。あ、ちょっとなんか面白かったな今回。はい、じゃあまた明日よろしくお願いします。ありがとうございました。